アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はカカアコソルトからお届けします。まずは日本からの到着者数です。1月28日1866名、29日1767名、30日1802名、31日2251名、2月1日2421名、5日2508名となっています。オアフ島ワイキキビーチで27日モアナサーフライダーホテルのバルコニーの鉄製の手すりが崩壊し、ビーチに落下する事故が発生しました。事故の通報を受けて救急隊員が現場に急行しましたが、いずれの関係者も軽傷で病院に搬送された人はいなかったということです。バルコニーの手すりが落下した原因は不明で、ホテル側は顧客に対しバルコニーへの立ち入りを禁止し、現在ホノルル市当局はモアナサーフライダーのキョウヤホテルズ&リゾーツと協力し、主任建築検査官が事故原因の調査や建物の検査をしています。アラモアナブールバード沿いのヒルトンハワイアンビレッジ近くにあったワイラナコーヒーハウス、ファミリーレストランとして約50年にわたりローカルにも観光客にも愛されてきましたが、2018年に惜しまれながら閉店。5年にわたりこの場所は空きスペースとなっていました。この跡地に ABC ストア系列のアイランドカントリーマーケットの新店舗が出店することとなり、工事が始まりました。アイランドカントリーマーケットは ABC ストアのハイエンド業態として、ワイキキのリッツカールトンホテルやコーリナリゾート内などに3店舗を展開しており、ここが4店舗目となります。オアフ島ワヒアワ地区で114年にわたって営業を行っていた養鶏場ピーターソンズアップランドファームが閉業することが明らかになりました。1910年にジェームス・ピーターソン氏によって設立され、ワヒアワの中心で周辺地域の住民に当初は卵、牛乳、クリームを販売していました。1940年代には卵の生産に専念するようになり、今日まで地元産の卵は周辺住民のみならず、遠方からも買い求めに来る顧客や島中のシェフたちから重宝されていました。閉園の移行に伴い卵の販売は2月で終了されます。ハワイ州の報告書によると、1970年代には200以上あった養鶏場が、現在ではその数ははるかに少なくなっており、オアフ島では TKG を販売するワイマナロの OK ポートリーファーム、シャカモアエッグを販売するワイアナエのマイリモア、カーレイエッグとハワイアンメイドエッグを販売するミキルアポートリーファーム、ワイヤルアフレッシュエッグを販売するビラロサなど、地元で卵を生産する農家がわずかに残るだけとなっています。ハワイ日米協会主催による第23回愛媛丸の追悼式典がカカアコウォーターフロントパーク愛媛丸慰霊碑前にて2月9日午後1時半から3時まで執り行われます。愛媛丸事故とは、2001年2月10日にオアフ島沖で愛媛県宇和島水産高等学校の実習船愛媛丸が緊急浮上したアメリカ海軍の原子力潜水艦に衝突され、教員乗組員5名、生徒4名の合わせて9名が犠牲となった痛ましい事故でした。
式典には在ホノルル日本国総領事やハワイ州ホノルル市からの代表、また愛媛県や宇和島市からの代表などがボランティアとともに参加し、犠牲となった方々のための献花や黙祷などが行われる予定となっています。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロー。